ございます。チャソです。今の現在地は日光ですね。今日は、平日の休みということで群馬県に向かってます。まあ、またかよっていう話なんですけど、でね、今日は去年のリベンジですね。国道最高地点、そこを目指したいと思います。去年はね、草津で一泊して、で次の日に行こうとしてたんですけど、雪降っちゃったんでちょっとね行けませんでしたけど、まあ今年はね、今6月なんですけど、まあ、今の時期であれば全然行けるかなっていうとこですね。去年は、マンズハイウェイでしたっけ、あそこ通らないといけないようになってましたけど、今の時期は草津の方から上がっていけるみたいなんで、そっちから上がっていこうと思います。まあ今日のルートざっくりと上げておきますので、参考程度に見てみてください。で今日どっちから行こうかって悩んでたんですけど、ちょっと高速だと遠回りになるし、まあ行くとしたらいつもの足尾銅山方面か中禅寺湖方面かっていう風にはなっちゃうんですよね。なのでまあせっかく行くんだからいろは坂も通りたいなって思うんで、いろは坂通るルートで行きたいと思います。というわけで今日も張り切って行ってみましょう。はい、ではいろは坂入っていきます。もう何回も来てるからね、見知った道なんでこの辺はちょっとカットします。はい、群馬県入りました。はい、ヤンバふるさと館で、ちょっとソフトクリーム食べて体冷やしましたので、また行きたいと思います。ついでにね、ダムカレーパンもあったんでそれも買ってきました。まあ、こっちについては後で食べたいと思います。で次が、草津運動公園だかそんな名前の道の駅に一旦寄って、 GoPro のバッテリー交換してから、いよいよ国道最高地点への道を走っていきたいと思います。7時半に家出てきて、まあ今1時半なんで6時間半かな経過しました。いや、だいぶ走ってますね。じゃあ向かうとしますか。はい、準備完了です。じゃあここからいよいよ白根山の方登っていきたいと思います。上がってきたらね、一気に気温が下がりましたね。
見えねえや、曇って。いやまさかね、1年のうちに2回もここに来るとは思いませんでしたけど、やっぱり遠いな。福島からだとね、直接行けないからね。本当はけなし峠の方も行きたかったんだけど、ちょっと時間的に厳しそうなんで、今日は国道最高地点だけにします。さ、いよいよですね。通行注意ってなってますけど、まあ通れないわけではないんで、気をつけていきましょう。標高が高くなるにつれて、やっぱり植物の様も変わってきましたね。スキー場かな。景色がまた変わりましたね。あと硫黄の匂いがする。すごいな、一気に景色変わったな。天気が良かったらもっといいんだろうね。クロスカブできてんじゃん、いいな。でもここまで来るのがすごい時間かかりそう。でもいつかは試してみたいね。こう、まあ、GSR と忍者で辿った道をまた辿るっていうのもいいかもしれないね。おお、あっちまで登っていくのか。ちょっとガスかぶって遠くは見えないけど、この道すごい走りやすい。岩肌がすごいね。もうね、走ってて楽しいからついつい喋るのを忘れちゃうね。
そこまで登るのか。まだまだだな。いい感じで登ってってくれますね。すごい、あっちの山もなんかまた違った山肌をしてます。すごいね、あの山。なんか自然の凄さを感じます。氷走ってて気持ちいいですね。風も強くなってきましたね。すごく寒いのと若干雨が降ってきました。おー、すげー、何これ。いいね、こういう景色、こういう景色が欲しかった。そして寒い。
風も強い、ガスもかかってる、でも楽しい。やったー、雲の中に入っちゃったよ。そしてまだまだ登るんだ。いいよいいよ、雲の中入ってもそれはそれで楽しいから。もう見えないもん、白根山だっけ。だいぶ高いとこまで上がってきてるな。ほら、雲の流れがすごい早く上がってるからね。すごい、ものすごい勢いで雲が上がってってる。そして着きました。ここですね、国道最高地点到着です。いやー、遠かった。遠かったけど着きました。とりあえず写真を。ちなみに下はこんな感じです。真っ白だね。よっしゃ、とりあえず写真も撮り終えたんで、もうちょっと先まで行ってみようかな。よいしょ。